AKB48 の本田仁美です。月替わりでパーソナリティが登場する大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー。2022年を締めくくる12月は AKB48 久しぶりの忘年会と題しまして、私本田仁美が毎週 AKB48 のメンバーをゲストに迎えお届けしていきます。さあ第2回となる今夜ですが、なんと今日はメンバーが2人来てくれました。この方々です。はーい、 AKB48 チーム A キャプテンのみおこと向井智美音です。こんばんは、チーム A の中西ゆいです。よろしくお願いします。はい、嬉しい。第2回目にして私の大好きな2人が来てくださいました、はい、うん、嬉しい、ありがとうございます、はい、向井智美音さんと、はい、大西千織さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、ね、去年は、はい、みおんさんがパーソナリティで私が2週目のゲストとして、しかも生放送でしたよね。そうだった ねひーちゃんの回だけ生放送だったんでしたっけ、うん、そうだ、そう、他の回は全部収録だったんだけど、そう、はいはい、私が去年はやってたの、今はひーちゃんが今年やってるってことで、いいですね、逆になって、いいですね、でも今回収録だったのでちょっと安心です、うん、私は話しないでないのか、はい、なのでちょっと、うんうん、まあ先輩方なのでお二人ともちょっと緊張するんですけど、はい、そうなの、ちょっとサポートしていただけたら嬉しいなと。任せっきりで今日は、もう本当にひーちゃんあのガヤだけで今日はさせていただいてますので、よろしくお願いします、はい、一緒に頑張っていきましょう、はい、そして昨年12月8日の AKB48 劇場16周年特別記念公演で組閣が発表されて、今年4月から新チーム体制になりましたね、はい、で私たち3人は5月11日に開催した向井地チーム A 重力シンパシー公演の初日に3人で揃って出演しましたが、はい、で先日私の生誕祭にもお二人出ていただいて、そう、出ましたよ、ひーちゃんと久しぶりの共演でしたね、そうですね、私もそれこそその初日の5月11日ぶりだったので、うん、あ、そっか、そうだね、めっちゃ緊張しましたけど楽しかったですね。組閣からもうちょうど1年なんですね、うん、早い、ね、早い、早いね、本当に、うん、てかこの3人っていう組み合わせ意外とないですよね。そうね、うん、3人だけっていうのは、うん、まあじゃあ今日はレア嬉しいです、嬉しいです、ね、楽しい、はい、嬉しい、ということで総監督のみおさんとチョリ、チョリと、あのチョリって呼んでたのよファンは、本当に何なのこのチョリ、じゃあ今日はチョリ呼びで、あ、いいな、はい、チョリと一緒に3人でお送りしていきたいと思います。大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー、まずは1曲お聴きください。 AKB48 の最新曲です、久しぶりのリップグロス。AKB48 の本田仁美と向井智美音と中西千織がお送りしています。 AKB48 久しぶりの忘年会、まずは AKB48 久しぶりのリップグロスでスタートしました。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。 AKB48 のメンバーに聞きたいことや応援メッセージ、また皆さんの今年はこんな1年だったというエピソードなど、こちらまで送ってください。メールアドレスは fnp@tfm.co.jp fnp@tfm.co.jp フライデーナイトパーティーの頭文字 FNP です。そして番組では皆さんからの楽しい実況ツイートもお待ちしています。番組のハッシュタグは AKB48 忘年会です。お知らせの後は早速3人で忘年会トークをしていきます。どうぞ最後まで聞いてね。大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー、 AKB48 久しぶりの忘年会。この番組はありがとういい薬ですの大谷さんの提供でお送りします。月替わりでパーソナリティが登場する大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー、今月12月はAKB48 久しぶりの忘年会、私本田仁美と向井智美音と中西千織がお送りしています。3人揃ったら一体どんな話をしているのか、うん、今年を振り返りつつ私たちの舞台裏を今回は再現していこうかなと思っております。ではここからは自由に話していきましょうか、うん、なんだろうね、何がいいですかね、いつも、うん、何してるっけ公演前、まあ、しょうもないことばっかりすぎてさ、そんな記憶にはないんだけど、うんうん、でもこの間そのひーちゃんの生誕の時とかは、
まあ、美味しいご飯とか、うん、デザートとか、うんうん、プラス美容がさ、うん、すごいなんかメイクしながらいろんなメイクさんが話してるやつ、はいはい、ちょっと私聞きながら、うん、あ、ひーちゃんこれ使ってるんだ、あ、これいいんだみたいな、ちょっと私は耳を澄まして聞いてたんだけど、勉強してる。いや、すごいなと思って、こだわりだったりとか。本当ですか？いやいやいや、美容とかですか？うん、気になる。私なんだろうな、皆さん美容針とかやったことあります？ない。美容針ないかも。ないか。いや、それずっと気になってて、なんかやった方の効果とか聞いてみたいなと思ってたんですけど。あ、ひーちゃんもまだやったことないんですよ。へぇ、でもいいって言うよね。あ、あとマッサージとかがすごい好きなんですけど、うん、お二人は行かれますか？マッサージは、まあそうですね、肩こりの方が最近激しいので、なんか肩こりとかはちょっとあの、うん、流していただいたりとか電気とかで、っていうのはよくやりますけど。あ、そうなんですね。そうだね、整体とかのなんか整骨、うんうん、骨の整えるやつみたいなのはよくやってもらってるけど、うん、はいはい、いわゆるマッサージはあんまり ね、でもみおさんってなんかあんまりそういうのやってないイメージですけど、肌も綺麗ですし、いやいやいや、もう全部羨ましい。ダイエットとかもしてないのに、うん、そうね、そう、維持ができてて、タンタンデラックスでね、いろいろありましたけど、真逆の、もう、ひーちゃんがすごすぎて、はい、もう、いやいやいや、私がよりやばいやつみたいな感じになっちゃってたから、そんなことない。気まずいのよ。面白い。いやいやいや、あとは、うん、なんだろうな、うん、今年なんか、うん、まあ、メンバーの中でもいいんですし、自分の個人でもいいんですけど、うんうん、流行ったなって思うものあります。別に美容とかじゃなくてもいいんだよね。全然食べ物でも何でも。世間的にもだと思うけど、うんうん、ギャルピース。みんなやってた。めっちゃ AKB やってたね。ギャルピースやったし、ルダハートもやったかな。ルダハートはどれ？これ、ほっぺた半分ずつハートになるやつ。そうそう。すごい。確かに。そういうのもあったし、ね、はい、あとやっぱひーちゃんの影響だと思うんだけど、うん、金髪が増えたっての今年じゃない、ね、確かに、確かに今まで全然いなかったじゃん。本当だ。まあもぎさんぐらいだったけど、ラン、ね、うんうん、ちゃんとそうさきちゃん、そうだ、そう、さきぽんもだし、はまちゃんとか、あ、そっか、服部とか、本当だ、チーム K が、あ、そうだね、すごいことになってて、金髪、確かに結構変わってる子いた。そうですね、まさにそれだ、うん、確かにね、いいですよね、うん、個性的な髪色、そうだね、似合ってて可愛い、ね、いいですよね、確かに。どうですか、千織さんは。まあ私もいろいろ考えたんですけれどもまあチーム A の公演でなんかあるかなって思った時に、うんうんうん、私の生誕の時に、うん、あの、まあ、じゃあ8人で今出てるじゃん、はい、ね、じゃあ写真を撮りましょうみたいな時に、はいはい、私はジャケ写風に撮りたいみたいな感じで、うんうん、撮ってからちょっとずつ生誕じゃない日も、うんうん、じゃあ今日はかっこいい系でやろうみたいな、うんうんうん、まあ、曲は出してないんですけど、ジャケ写だけはあのロビーの方で販売してますっていうのは自分の中でちょっとハマっててそうだ、ひーちゃんの時もね、やりたかったんだ ね、確かにやればよかったね、普通に撮っちゃいましたね、うん、そう、でもなかなか出てないから、うん、ファンの人もまあ普通のやつも欲しいのかなって思ってて、一旦ね、だから一旦だけど、まあ、次出た時は、うん、じゃあジャケ写撮りましょう、なるべくたくさん多い頻度で出れるように頑張ります、うん、よろしくお願いします、はい、待っております。ねえ、ではここで一曲おかけしたいと思います、はい、じゃあこちらはチョリにチョリでいいんですか、チョリ、はい、チョリに ありがとうございます。曲紹介お願いしたいと思います、はい、AKB48 ファーストジェネレーションで運命の歌。 AKB48 ファーストジェネレーションで運命の歌をお送りしています。大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー、AKB48 久しぶりの忘年会。この後は大谷にゃんトーク、どんな質問が来るでしょうか。ちょっとここで失礼いたします。ミオンチョリよろしくね。よろしくお願いします。よろしく東京 FM 大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー、 AKB48 久しぶりの忘年会、私本田ひとみと向井地美音と中西千織がお送りしています。さあここからは大谷にゃんトークのコーナーです。おー、いいですね、待ってました。お、ご存知ですか、千織さんも。もう目の前にいらっしゃいますから。あ、そうですよね、いらっしゃいますから嬉しいです。美音さんは久しぶりですよね。はい、1年ぶりのこのトークですね。はい、うん、ということで今このスタジオのブースの中には大谷さんの公式 PR 大使、うん、大谷にゃんのぬいぐるみが置いてあります、うんうん、大中小の3種類、大谷にゃんが私たちをにゃっと見つめています。かわいい、やだ、はい、めっちゃ目合うねえ、この3体それぞれ、
お題や質問が書かれたメッセージカードを持っていますので、じゃあ今回は千織さんが選んでください。いいですか、はい、ちょっと本当に悩みますけれども、じゃあ、はい、デカニャンコ、デカニャンコ、デカニャン、デカニャンでいきましょうか。はい、はい、なんだろうな、なんでしょうか。封筒の大きさの割に紙が小さい。小さい、細いよね。細いけど。お、出ました。はい。今年久しぶりにやってみたいことニャンかある？そういうことですけども、もう残り1ヶ月ないですけどね。もうね、時間がね、あっという間だ。ないですよね。ね、もう。これだけはやっておきたいみたいな感じですかね。あ、確かに。ありますか。昔やってたけど今またやっておきたい、昔でもその前はチーム B だったんですけど、うん、その時まあひーちゃんもね一緒だったんだけど、うんうん、なんかみんなでバーベキューをしようってできてなくて、まあ、何人かではできてたんだけど、まあ、全員はできないねってなってたから、うん、ちょっとチーム A でも、うん、ちょっと冬のバーベキューとか、冬のバーベキュー、冬のバーベキュー、冬のバーベキュー、やっぱこう火を灯してね、みんなでああとか言いながら、そういうやっぱりこうチーム A の思い出っていうのをやりたい、作りたいなって今、なるほど、思いましたね。おお、確かにいいですね。うん、ねえ、みおさんあります。うん、あのチーム K がそれこそ、はいはい、まあ、AKB で天下一波動会っていうイベントで、うん、まあ、優勝してたので、うん、それで計みんなでどっか行ったらしいんですよ。そう、あ、そう、もう行ったんですか。そう、うん、ちょっとね、まだどこまで公開していいか分かんないんですけど、そう、どこかしらに行ったって、ね、噂を聞いて羨ましいなって私も思ってたから、うんうんうん、私はチーム A で脱出ゲームに行きたい、うん、そうだね、めっちゃめっちゃ行ってるよね。もう今年の私の中でのマイブームはもうずっと脱出ゲームだったんだけど、一、うん、人で行かれるんですか。いや、メンバーさそうですよね、千織さんもね一緒に一回ね、一緒にやりたい。そう、そうなんだ。そう、貸し切りでの10人とか、まあ、での公演みたいなのがあるから、うんうん、全員チーム A メンバーみたいにして楽しそうやりたいの。確かにひーちゃんとかさ、うん、どんな感じなんだろうね。確かに謎解きとかさ、どう、でも頭でも良さそう、うん、私なんかあんまりそういうゲームとかでテンション上がってわーってならないタイプだから、ずっと冷静そう。そう、ずっと冷静に、ここはこうですよ、これはこうですね、なるかもしれないですね。え、でもいいかもね、逆にひーちゃんが、うん、そのおとなしい感じでみんなのテンションを確かにうまくコントロールロールしてくれる。結構脱出ゲームって人間性出るんですよ。出るよね。そう、時間制限とかあるから、あと5分みたいになった時に結構焦って、うん、そうそうそう、なんだろう、もうなんだろう、人の目あんま気にしなくなっちゃうタイプの人とかもいるし、うん、そうなんだ、そうそうそう、うわーって焦るパニックになるタイプもいるし、結構毎回脱出されてます。できないことあるんですか。あ、全然ある、うん、そうなんだ。あと一個謎が解ければ脱出できたのにっていうので終わることが多くて、結構、そうなんだ、リアルですね。この焦りがね、でもいいんですよ。うわー、いい、それはいい、うん、いつかやりたいですね。やりたいね。でも私、うん、幼い頃に、うん、あのクリスマスになるとプレゼント交換を友達としてたんですよ、うんうんうん、だからそれもなんか久しぶりにこう、まあ、チーム A のメンバーでクリスマスプレゼント交換とかした、いいし、音楽が止まったところで、え、そうそう、やろうよ、やろうよ、やりたい。え、それ、それも K がやってたよ。あ、小宮山チーム K がなんかレッスンの時に、あれでしょ、そう、2000円とか3000円ぐらいで予算決めて、予算決めて、ちょっとね、負けられないな、うん、やりましょう、やりましょう。え、それだったらさ、だって公演とかでもさ、うんうん、なんか集まって終わってからやろうとかもできるし、うんうん、ありあり、公演出てなくてもその時行きます終わってからね、仕事終わってから、はい、来てください。いいね、やろうよ、うんうん、じゃあもう一通はみおさんが、はい、じゃあちっちゃいにゃんで、ちっちゃいにゃん、ちびにゃん、ちびにゃんね、なんだろう、なんでしょうか。こちらです、うん、今年もみんな頑張ったにゃん。お、そんなみんなの癒しってにゃんだ。癒し、癒し、なんかありますか。癒しか、なんだろうな、私なんだろうな、気になるな、みんなの癒し、癒しかある。あれ、なんか待って、おんちゃんなんか笑ってる、ニヤニヤしてるけど、一杯だけ晩酌あ、いい、いいのかな、これ言って、いいです、いいですよ、しちゃいます。お二人ね、同じだ、よくだってね、飲まれますもんね、一緒にお酒飲んだりとかもたまにするんですけど、ね、うんうん、まあでも全然一人いても最近飲めるようになって、あ、すごい。でもやっぱたくさん飲むのは一人じゃちょっとつまんないから、うんうんうん、
一杯一本、缶一本だけって決めて、飲むのを楽しみに、あら、お仕事頑張ったりもします。大人ですね。大人の楽しみ方というか、癒され方。確かにね。そうそう。で、それ、まあ、飲みながら YouTube 見たりとか、なんかいろいろ、そう、動画の編集とかもそれ、飲みながらしたりとかもしてました。へぇ、大人だね。大人。えぇ、やった。かっちょいい。癒しなんですか？でも私もそれ言われて、私は一人よりは、メンバーと飲んでる時間とかの方が確かに楽しい楽しいから、そういう時間も確かに私にとってはすごい癒しだなと思ってて、だからひーちゃんとかはどうです、はい、そういうお酒事情。お酒は、まあ、強い方とは言われますけど、強そう。メンバーと飲んだことがないですね。これは、飲まなきゃいけない。飲まなきゃいけない。これは、ひーちゃんと飲まなきゃいけない。声何じゃあ、それも、あの、今年中にやれたらいいよね。あ、忘年、本当の忘年会。そうだよね、チーム。本当にやろうよ、忘年会。やりましょう。お酒はね。今年が終わる前にやりましょう。本当に終わっちゃうよ、あっという間に、今年って。飲みすぎたら大谷さん。あ、そうです。その通り、飲みすぎた日は大谷さんを皆さん飲んでください。はい、チームみんなで飲みます。はい、みんなで。はい、ということで、大谷にゃんトークをお送りしましたが、来週はまた違うメンバーと一緒に大谷にゃんからの質問に答えていきます。楽しみにしていてください。お知らせの後は、わ、今週もあっという間でしたが、エンディングです。おー、早い。月替わりでパーソナリティが登場する大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー。今月12月は AKB48 久しぶりの忘年会。私、本田仁美と向井地美音と中西千織がお送りしました。ここでありがとういい薬です。でおなじみの大谷さんからのお知らせです。なんと本日から大谷にゃんの公式ツイッターでありがとういい薬ですイニャン祭りキャンペーンがスタートしました。イエーイイエーイニャンニャン。はい、抽選で大谷にゃんのぬいぐるみや限定大谷にゃんグッズなどドドーンと当たるみたいです。はい、応募は12月16日金曜日まで。詳しくは大谷にゃんの公式ツイッターを要チェックです。そして来週12月13日は胃に胃酸の日です。胃腸に負担のかかる12月に体と特に胃腸を大切にしてもらうのが目的で大谷さんが制定したんだそうです。おー、すごいね。どうか皆さん胃腸を大事に大事にしてください。以上、大谷さんからのお知らせでした。恋は怠け者。早いものでエンディングとなってしまいましたが、今週は向井地チームへの臆病な怠け者を聞きながらお別れとなります。はいはい、私たち AKB48 からのお知らせです、はい、記念すべき60枚目のシングル千葉エリーちゃんが初センターを務めている久しぶりのリップグロスが絶賛発売中です。はい、はい、こちらですね、4形態の CD の共通のカップリングに、私本田ひとみがセンターを務めさせていただいたショールーム選抜のシュガーナイト収録されておりますので、そちらミュージックビデオもあるので、ぜひチェックしていただきたいです。はい、CD のタイプごとにそれぞれ収録された楽曲たくさんあるので、それぞれチェックしていただきたいです。そしてチーム対抗リーグ AKB48 天下一波動会シーズン2がスタートしています。はい、ね、盛り上がってますよね。盛り上がってますけどね、ちょっと聞いてよひーちゃん。ちょっとひーちゃん、はい、何どうしました。チーム A、めっちゃ頑張ったのに、ね、もう優勝のあれがないそうですね。どう思うこれ。ちょっと待ってよ、私前回優勝したんだよ、ね、そう、得点もすごかったじゃん。そうそうですよね。チーム A はそう総合で勝った得点は一番高いんだけど、勝ったなんか試合数によるポイントみたいなので、どうしてももうこれ以上、上には逆転勝利みたいなそういうポイントにはならないんですか。ならない。でもひーちゃんが言ったら最後100点満点みたいな感じ、100万点とかなんないかな、ね、なりそうだな。そんな権力ないです。すいません、お力になれず、はい、諦めます、はい、ということで、はい、いよいよ12月15日がシーズン2のデイ6最終戦です、チケットは完売してしまっていますが、ワオライブというアプリでは無料視聴ができ、はい、応援可能ですので、ぜひチーム A にエール送ってください。お願いします皆さん。出ます。最後、はい、出るので、はい、最後だけでも勝たせてください。お願いします。はい、
その他 AKB48 の最新情報は公式サイトをぜひチェックしてください。それでは来週金曜日の夜7時も引き続き、うん、AKB48 久しぶりの忘年会を開演いたします。はい、来週は誰が来てくれるんでしょうか。予想してみてください。予想、うん、うわ誰だろうね。エリー来ちゃったんだもんね。そうだね。でもあんまさ、うん、関わりがない子とか来てほしいな。もぎさんと二人とかで喋ってほしい。面白い。絶対おもろい。絶対面白い。お疲れ様ですしか話したことないですよ。確かにエリーちゃんはさ、はい、あんま話したことないメンバー多いんじゃない。いやもぎさん、あ、もぎさん、もぎちゃん選抜で言ったらね、選抜もぎさんだけですね。あ、そういうことか。いやなんか緊張しちゃうんですよ。あ、そうか、先輩だしね。先輩ひいもぎ見してよ。はい、あ、もう決定。あ、もう決定なんだ。はい、ということで正解は、はい、17期生の佐藤愛理ちゃんです。うわ、絶対面白い。それもめっちゃ気になる。愛ちゃん、うん、どうですか、喋る感じとかは。というかずっとなんか憧れですみたいな、うん、あ、確かになんか可愛すぎます、どうしましょうみたいな感じのテンション感だから、うん、会話できるかがちょっと不安です。絶対緊張するだろうな、愛ちゃん、ね、緊張するよ。そうかな、私もちょっと緊張しますけど、うん、楽しみ、ね、ちょっと私も楽しみです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ということでここまでのお相手は AKB48 の本田仁美と向井地美音と中西千代でした。じゃあまたプライベート忘年会でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。大谷さんプレゼンツフライデーナイトパーティー AKB48 久しぶりの忘年会。この番組はありがとういい薬ですの大谷さんの提供でお送りしました。